政治家、将軍、ラティウム戦争で自軍の勝利のために自らを生に家に捧げた伝説的英雄で親子三代にわたって活躍した。紀元前352年、デキウスは市民の借金の関西に取り組む全部で5人のメンサリウスの一人に任命され、彼らはその職務を公正にうまく果たした。紀元前343年、 サムニウムのガウルス山の山道を進軍していたローマ軍は谷に入り込み敵に囲まれた。この時敵より上方にある丘を見つけたデキウスは一個軍団のプリンキペスト・ハスタティを率いて丘を占領することを執政官に進言し入れられた。彼のこの行動に驚かされたサムニウム人を尻目にローマ軍本体は無事危機を脱出し、 その一方でデキウスの部隊は敵に包囲されたが、夜の間に脱出して本隊に合流した。その直後にデキウスは敵への総攻撃を提案し、ローマ軍は戦闘準備のできていない敵を散々に破った。デキウスのこれら一連の行動に対し、失勢官は金冠と牛百頭角に金箔をつけた特別の白い牛を軍団兵たちは、 市民館を送ることで讃えたという。紀元前340年、デキウスは、ティゥス・マンリウス・インペリオース・ストルク・アトゥスと共に、失政官に選出された。同年に、ラティウム戦争が起こると、デキウスは、マンリウスと共にニコ軍団とサムニウム人部隊からなる、軍を率いカプア近くに陣を敷いた。その夜に、失政官たちは、 両軍のうち一方の将軍が自身と敵軍を、生贄に捧げることを誓えば、その将軍の軍が勝つということを語る夢を見た。失政官は話し合い、どちらか苦戦した方がその生贄となることを決めたという。サイモンデボスが、デキウスムスの城オーマ軍とラティウム軍との戦いは、ウェスウィウスさんの麓近くで起こり、マンリウスが右翼を、デキウスが左翼を指揮した。 当初両軍は互角だったが、ローマ軍左翼は敵に押されて後退した。そこでデキウスは仁義官に神々に自らを生贄に捧げるための言葉を唱えるよう頼んだ。犠牲に捧げるための服装に着替えたデキウスは神々に誓いの言葉を唱えると、服装をナビー風に締め、馬に乗って敵軍へと突進し、彼の命と引き換えにローマ軍左翼は敵を回想させた。 ルーベンスがデキウスムスの死マンリウスの右翼もまたその頃劣勢に立っていたが、彼は戦闘に参加させていなかったアッケンシーを投入し、ラティウム軍も予備部隊を投入して、それに対抗した。アッケンシーは敵を押し返し、これを見たマンリウスは全軍に総反撃を命じ、敵の4分の3以上を打ち取るという勝利を得た。その後、ラティウム軍の陣営は、ほヨモロとも打破された。 息子には同盟の執政官がおり、父と同じくローマの勝利にその身を捧げた。さらにその同盟の子も執政官となり、イタリア半島に侵入したピュロス相手に奮戦した。ありがとうございます。